今日は雨、たまには雨も必要ですが、運転には気をつけます。2020年の出雲護衛艦改修計画、もうすぐそこまで来ています。一応定期点検で2020年はドック入りするはずでした。それに合わせ世界の軍事状況に合わせ、日本の防衛力強化、それに多機能化を目指しての出雲の改修となります。F-35B のやはりジェットエンジンの熱に耐えるような甲板を作るのが第一の目的です。それと格納庫の改造と思われます。どんな感じになるのか、今から出雲の改修には賛成反対いろいろ存在します。対潜水艦に非常に弱くなるのではとの指摘もありますが、出雲はもともと強襲揚陸艦ではないので、そのあたりは大丈夫かと考えます。常時任務に就く人数が増えるということは確実です。パイロットも必要だし、管制塔も必要でしょう。そのあたりをどう改修で整えるのか、出雲や加賀、やはりこれから期待される護衛艦の中の対戦艦、としては最大級の護衛艦は誰もが知っています。それよりも F-35B の方がやはり納品されるのは先となってきます。2020年に改修完了ですが、 F-35B は2024年、早くても
それぐらいの予定です。しかし回収後米軍機岩国にある F-35B を訓練機として F-35 や出雲に着艦、発着艦させるという計画もあります。本格的導入に向けて実戦を積んでいく形ですね。出雲の方はそれで F-35B が納入される、すぐに任務が行えますが、問題は F-35B のパイロット育成にあるのではないでしょうか。F-35B もやはりアメリカで訓練、パイロットの教育を受けなければなりません。F-35A とはまた違った形での F-35B もやはり多くのコンピューター制御で行われます。多分ホバリングや着艦、短距離離陸などは結構コンピューターがやってくれるんじゃないかなと、これは予想ですが、そう感じ取っています。ホバリング機能がついている特殊な機体となる F-35B 戦闘機、これからまだまだ問題が積み重なってくるかもしれません。それではありがとうございます。やはり出雲の回収には賛成反対いろいろ存在します。対潜水艦に非常に弱くなるのではとの指摘もありますが、出雲はもともと強襲揚陸艦ではないので、そのあたりは大丈夫かと考えます。常時任務に就く人数が増えるということは確実です。パイロットも必要だし、管制塔も必要でしょう。そのあたりをどう回収で整えるのか、出雲や加賀、やはりこれから期待される護衛艦の
中の